秒前。毎回長い。あ、増えちゃった。増えちゃった。はい、どうもどうも。目立ちたがりの人見知り、大城貴文プレゼンツ、見るパワースポット、ふみんち TV お出かけ編、よいしょ。今日はね、急遽僕関西遠征でここ来てまして、大阪府池田市、石橋という町のね、沖縄料理居酒屋宮城屋さんにてふみんち TV お出かけ編、収録していきますけども、今日のアシスタントまずもやし、よいしょ、こんにちは。はい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 。そして、今日のゲストふみんち飯田俊樹さんです。お久しぶり。はいはいはい。もうトシさんは10月以来のトシタクプレイルードにて、はい、あ懐かしいの、まあ、急遽ね撮影してますけども、はい、というのも、はい、3月14日、はい、15とトシさんが沖縄に来られるということで、はい、すごい、まあ、嬉しいじゃない。そう、ね、僕らもこちらこそ一緒にライブもさせてもらえるし、うん、ね、いやただ来沖を前にちょっと沖縄のこと知っていただこうかなと。あ、なるほど。もっともっと、はい、言うても、うん、結構何回も言ってますから、あ、はいはい、まあ、言っても知ってるんじゃないかな。あ、そうですか。これは結構 今の言葉残りますからね、うん、そうだね、まあ、知ってるある程度知ってると思うよ。あ、そうですか。じゃあまあ安心はしてますけども、うん、はい、中から感じる沖縄っていう、はい、なんかギャップがあると嫌だなと思って、はいはい、ここからはクイズを出していこうかなと、はいはい、アシスタントのもやしも沖縄の人間なので、うん、2人がかりで、まあ、フルチンにフルチンにしちゃうのこれ、うん、沖縄フルチンにしちゃうの。沖縄フルチンにフルンチュフルンチュ TV です。新しくなっちゃってるということで、はい、手始めにビールの方で、あ、冷えてる、はい、グスーヨーカリーサビラやばいやばいやばい、カリーやばいやばいやばい、いきなり知らないの来た、うん、もうほら分からないわけですよね。なるほどね、うん、そこはねぜひ来沖を前に知っていただきたいので、ここからはクイズふみおねや、てれれれれれれれー、セルフで入れていくのね、はい、じゃあトッシーゴアがね来てもらったから、はい、本当にトッシーさんは沖縄のことを知っているのかなっていうことを、うん、あの根掘り葉掘りここから聞いていきますので、確かめていこう。まあ三択なんで、あ、基本的に。あ、よかった。そうなんですよ、はい、ABC で、あの用意してますんで、はい、よろしくお願いします。お願いします。こんな感じだよっていうのをちょっと例題出しつつ、あ、例題もあるの優しいね、はい、クイズふみおねや、沖縄の人がつい気になっちゃうのは次のうちどれかね。それもうテイストがね。A、はい、ゴーヤーのことをゴーヤっていう人。ああ、そういうことか、はい、自分で言うだけでイライラする。すごいわかる。ゴーヤーって伸ばすんだよっていうこと。ああ、はい、そうです。 B、 真夏の海にビキニで泳ぐ若い人たち。あ、もう気になっちゃうわけよ。大丈夫、心配っていう意味もあるよね、うん、心配、大丈夫、若肌を、そう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 、強いから紫外線大丈夫っていうことを、色のついた T シャツ着た方がいいよっていう。あ、 C、 本島に着いたらすぐ乗り継いで石垣島に行ってしまう人たち。これ一定数おるやろ、うん、これ気になるの。沖縄県外の人のね、おしゃべりするときに、はじめまして沖縄です、あ、あ、そうなの、沖縄、沖縄行ったことあるよ、石垣って、すごい多い、石垣だけどね、宮古だけどねって、意外にいるんだ、本島ない人いるんだ、本島を知らずに、沖縄だけど石垣もね、いいとこだけど話が続かないパターンが多いんだよね。結構ギャップがあるよね、そこには、ね、大きな。さあ、この3つのうちどれ。え、今全部それ正解っぽく話したけど、あの嘘なの。最も最もです。最も気になる、最も気になるのも3つは気になるんだよね、並べてるんですけど、うん、はい、沖縄県民の総意として、うん、1位はどれか、すいません、これ総意です。だったら分かった、うん、じゃあ C じゃないですか。 C のファイナルアンサーファイナルアンサー残念。あー、嘘、あんなに膨らましたのに、 あんなに膨らましたのに。トッシーさん、ちょっともう来週だけど大丈夫かね、沖縄度が足りてない。あんなに言ってたのに。正解はもちろん A です。そうっすね。え、ゴーヤ、ゴーヤ、ゴーヤなの。ゴーヤのことをゴーヤっていう人たち言ってるって。しかも、うん、早急に、はい、直してください。伸ばしてください。ゴーヤーね、もう来週沖縄来るから叩かれるんで、わかりました。炎上するので、炎上するので、はい、もうスーパーにもゴーヤって打ってある。ゴーヤーじゃなくて、あの文字表記が、あ、こっちのね、うん、もう防線足したくなります。一番ダメ。なるほどね。そう、そういう感じです。勉強になりました。わかりました、はい、これ例題ね、今、はい、よかったですね、で本番じゃなくて。よかったよかった。危ない危ない。さあ、第2問。第2問、例題は第1問か、これが1問でしょ。
沖縄の人がなんかスッと入るんだね。なんかもうちょっと今の例題だった。観光客の皆さんに申し訳なく思っていることは次のうちどれかね。なるほど。 A、 せっかく来てくれたのに台風だった時。 B、 サーターアンダギーとチンスコを連続で食べるとおおむね息ができなくなること。何も知らないと息がちだから。やっぱりチンスコとサーターアンダギー選んでホテルで食べるのかな。そうですね。そうだね。で咳込んじゃう。それはね。 C、美ら海水族館が那覇空港から結構遠いこと。あ、近くにあると思ってないか ね、 ね、 あれね、はいはい、遠いね。しかも那覇空港着いたら一応ちっちゃい水槽あるからあるから、あれで期待して行ったらあれ時間かかる、うん、もう結構3時間ぐらいかかってしまうケースがあるから、ね、はい、さあ沖縄県民の総意です。3つのうちどれが一番申し訳ないかね。B、 お、 B、正解。やった。やった。そう、素晴らしい。いや本当かよ。素晴らしい。本当かよ。やっぱり命の危険がありますね。そうだけど本当かよ。本当ですよ。もう全員今思ってねえよそんなこと。うん、今そうです。テレビの前の皆さんうなずいてる。今フォロワーめっちゃ増えてる。嘘。すごい。沖縄県民のフォロワー増えてるの。アナリティクス見ててくる。この時間爆上がりやん。本当。よかった。嬉しい。よし、この調子でどんどん行きましょう。はい、沖縄の守り神シーサーについて、うん、次のうち正しいのはどれ。 A、 オスメスがある、うん、B、 実は海で泳げないシーサーがね、シーサーね、うん、C、 部屋の中に飾ってはいけない。さあどれ。難しい。これどれもそれっぽい。これはね、今日一の難問かもしれない。あ、いいですね。でもシーサーの置物中に飾ってる見たことある気がするんだよな。玄関先で飾ってる方多いですね、ちっちゃいのとか。あ、玄関先はだからなし。部屋の中の話。厳密に言うととかいうこともありますからね。え、ちょっと待って。でも、ちょっと待ってよ。じゃあね、やっぱりこれはいいオスメスがいる。実はどっちかがオスでどっちかがメスなんじゃない？勘だけどね。もう大丈夫ですか？もうファイナルアンサーでいいですか？いや、ファイナルアンサーにします。正解。よー！やった！本当？素晴らしい！バンバン抜いてます、今。やばい、バンバンすごいですよ。もうインスタもすごい今。アナリティクスがやばい。アナリティクスがやばい。ピークを迎えております。いいですね。なんでもう迎えたの？あと何問あるのよ。これ一問間違えたの。すぐフォロー解除される。まあ、そしてブロックされます。ブロックされる。こう。怖い怖い怖い。いやー、いいですね。はい、歌の葉その2、成功するでしょう。うん、これは。さあ次行きましょう。ウチナータイムとはよく言いますが、はい、ウチナータイムご存知ですか？知ってます。まあ、ゆっくり、ゆっくりですね。まあ、うん、ね。例えば、はい、19時集合の飲み会、実際に何時から始まるでしょう。うん、これはもうさ、質問の意図がわからないと思う。シンキング。19時集合って言ってるのに。まあ、うん、まあ、でもだから、これ3択じゃないよね。3択はありますよ。なんで言わないの。いや、今完全に待ちの時間に入ったやん。19時10分頃。絶対間違えたのに、何に間違えてない空気出したのに。よし、じゃあ次いきますよ。あー、ずるいな。ウチナータイムとはよく言いますが、ずるずる。ウチナータイムってご存知ですか？知ってます。さっきも言いましたけど、はい、知ってます。あのゆっくり。 A、 19時10分頃。 B、 19時40分頃。うーん。 C、 21時前。まあまあまあ10分ってことはないでしょ。そんなんありえることだから。あ、ウチナータイム言うて、はいはいはい、40分でしょ。19時40分頃、B、異常だよこっちで言ったら。その40分も、うんうんうん、怒る人が出てもおかしくない時間。いや、おかしいでしょ。ですね。ファイナルアンサー。まあファイナルアンサーですね、これ。もう自信持って。残念。これはもうマジか。違いますね。今もうガーン、やばい。フォロワーがもうバンされました。うわ、はい、えってことはもうだから C ってこと。 C、 21時前。当たり前じゃないですか。もう2時間ってこと、ほぼ。飲み放題終了の時に最後の一人来る。そうなんですよ。いますよ、それは。10分40分に集まる方もいますけど、うん、まあ、全員集合を持って始まりとするならば21時前かな。え、じゃあでもだったらさ、ちょっと聞きたいけど、何ですか、ライブとかどうなの、うん、ライブは来る。ライブ来るの。ライブはああいう限られた時間の中でしかやらないやつは来る。ライブは来る。飲み会とか、まあ、そういう友達の集まりとかが緩いんだ。まあちょっとうちのタイム。ああ、そう。そうですね。勉強になりました。はい、もう失ったフォロワーを、はい、取り戻しに行きましょう。本当に。とか取り戻したい。トシーさん20年が今なくなったので。すげえ年上やつかしてる。キャリアがもう。いや、ないなくなっちゃった。20年ねえから。もういくつやと思ってんの。40オーバー扱いしてるやん。悲しい。いや、違う。怖いわ。
さあ気を取り直して次、はい、ウチナータイムとはよく言いますが、はい、これは公共交通機関にも当てはまることです。ある日トッシーさんは18時のバスで那覇市に向かう用事があります。では何時にバス停に到着すればいいでしょう。 A 18時、 B 18時10分、 C 18時20分。でもこれ悪いけどさっきの考慮したら当てちゃうよ。いいのね。お勉強ですからね。どんどん踏まえていって、まあまあ、うん、C です。18時20分。さっきの考慮すればそうでしょう。大丈夫ですか、はい、沖縄のバスは、うん、これごめん当てちゃってごめんね。残念。これ違うの。これ違う。わかんねえよ。トッシーさん。これ違うの。翻弄されてる。正解は、うん、この中にはありません。いや、全然。それはもう最悪なんですよ。トッシーさん、もう、だいぶ番組進んでますから、これぐらいの応用っていうのは聞かせてください。いや、ちょっと、最悪です、それは。最初に決めた3択っていうルールはどうしたんですか。もう、移り変わります、沖縄も。最近までアメリカだったんだから。いや、最近じゃないでしょ。日本に帰って、はい、辛い歴史を乗り越えてっていうのは、顔がすごい。本当に3つしかないって言われたら、3つだけで選ぶっていうのはもう終わったんですよ。ね、思想が強いってそれは。全然気にしないでください。トシーさん、まあ、触れてないけどね。そうそう、勝手に言い出したから。フォロワーどころじゃない。やばい。トシーさんの元メンバーの方とかのフォロワーも減ってるよ。まあ、それは別に大丈夫です。正解はこの中にはありません。ありません。だって、はい、バスが何時に来るなんて分かるわけないじゃないですか。沖縄の本当。いや、なんなら早めに来たりしますからね。早いのもあるの。18時のバスでしょ。僕だったら17時40分にはいるかな、うん、そうね。早いパターンもあるのか、うん、冗談じゃないでしょ。冗談じゃないね。だから臨機応変にやっていこうねっていうことですね。怒んないんだ。それでも怒んないの、うん、もうしょうがないんですよ。だって時が流れればそんなルールとかは当てはまらないわけですよ。左ハンドルとかの歴史もあったし。なんでそこでさちゃんと。だからもう柔らかくして沖縄にお越しください、はい、ということです。それは甘かったっす、はい、でもそれちょっと勉強できてよかった。関西からさライブに来てくれる人もいるのよ。バス乗る人もいるかもしれない。くれぐれも早めに行くぐらいで。早めにバスを使うときは特に、はい、締め直してくださいね。ここから、はい、佐藤日々締め直して、はい、いきますよ。さあ次の問題、はい、沖縄の人が未だに信じていないことは次のうちどれ。はいはいはい。 A 満員電車。満員電車、ああはいはい。 B 2000円札が全国的には珍しいということ。まあ、種類のもんがあのモデルになっているんです沖縄では。ってことは結構出てる。沖縄にはあるんだよ。あんなよ、コンビニとかの ATM でもおろした2000冊出てきますよ。それは珍しいな。 C 全国送料無料。送料無料を信じてないっていうのはつまり、ああ、もうこれ以上はやめた方がいいですね。皆まで言うなっていうところですよ。これ以上はもう今全員沖縄県ため息する。だったらもう C。 そんな沖縄県ね、ため息って言うんだったらもう C でしょ。正解。やった、よかった。今ヒント出してくれたね。全国送料無料信じてないですね。信じてないというのはつまり、例えば Amazon で何か注文しますよね、はいはい、送料が無料なんですよ、はいはい、全国送料無料、ああラッキーポチって。でも僕らの場合は、はい、注釈で。なるほどね。北海道沖縄は除く。あ、そういうことか。また嘘ばっかり。なのちっちゃく書いてあるの、その注釈が。送料無料はダーンってあるのに。めちゃくちゃちっちゃい。なるほどね。会計のボタン押す前に初めてこれ、あれ送料かかってる。結構かかんだよね、またね。それが信じないし信じるつもりもない。そうですね、はい、なるほど、そういうことか。だからライブした時にさ、そのトークがいけるってことでしょ。要するに、あ、送料無料っての話できるってことでしょ。そうですね。これを見ている同業者の方々、沖縄でライブする際、はい、爆笑です。爆笑だね、これは。もしかもそれを僕の CD の通販なら送料かからないですよって言った日にはもう、アメリカに飛ばされる。本国に。なんで飛ばすの。飛ばされる。今GHQ。いいこと言ったんだよ。送料かからないって。そう、トッシーさんの言葉ですら信じられないほど僕らは注釈にも、もう注釈に覚えてるんだ。どうせ。どうせ見えないカッコついてるんでしょ、トッシーさんって思われてる。なるほど、なるほど。トラウマ級の。そうなんですね。わかった。ただ、ありがとうございます。もうラストです。沖縄の人にとって最も腹が立っていることは次のうちどれか。 A 米軍基地。 B 荒れる成人式。ああ有名ですよね。確かに、確かによくニュースで流れると思う。沖縄。 C 全国送料無料。
一番腹立つのはどれかな。え、何この何これ、米軍基地があるということ毎年成人式が荒れるということ全国総領無料っごめん、さっきの踏まえればごめん、うん、答えるよ。 C じゃないの。正解。よし、これ何やねん。これは信じられないかつ許せないっていう。あ、し、よかったね。信じられないと許せない。違う、違います。正しいんですよ。だからもうトシーさんの中で全国総領無料って聞くと、もう危機回避能力が確かにもう上がってると思う。今2回出たから、そう、すごい短期間で復習したから、忘れないですよね。確かに確かに。ちょっとおかしいと思うけどね、実際の流れが。何食わぬ顔で次に。もうダメなんだ。ほとんどうちなん中です、トッシーさん。トッシー中。本当ですか。トッシー中。みなぎる沖縄知識、知恵、そしてバイオリズムを埋め込んで。バイオリズムあれば来た。だって全国総領無料だった。確かに確かに。全国総領無料って言うから、はっ、い、って、避けてくださいね。わかりました。いきます。これ全国総領無料です。どういうことで、いきますよ。はい、最初はいいっすね。もう全然、もっといいよ。連発、あの、亀田親子みたいに来ていい。亀田親子。ああ、いいの？これやっていいの？あれね。全国総領、いっぱいあるんだからね。はい、俺たち。全国総領無料が。ふい、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 カーブかけていい？カーブ。はいよ。ふい、ふい、あ、当たったよ。すごいんだから、キレが。キレがすごいんだから。あの、俺たちに刺さってくるキレすごいよ。本当に。総領無料のキレすごい。いいね。もうこれで。完全に注入できたんじゃないかね。くれぐれもね、サンタアンダギーとチンスコを同時にお土産にも持っていかないように、はい、あの殺すことも大切な人。わかりました。さあ、コテコテのうちなんちゅに仕上げたところで、3月14日、はい、ツーマンライブを沖縄那覇市、うん、サウンズグッドにて歌の葉というライブ、うん、もう2回目ですよこれ、はい、神戸でやって沖縄の開催が決定しましたので、翌日もトッシーさんは、あ、そうですね、あの僕と飯田俊樹と行く沖縄ミステリーツアーってのがありまして、うん、そうそう、面白そうだな、まあ、あのちょっとイベント会社さんの社長さんに頼んでちょっとコースとかもね、あ、短い時間ですけども楽しもうと思って、そのためにもうガチガチトレーニング積んでますから、こっちもね沖縄で。そうそう、染め上げて染め上げて染め上げて、僕を何を何で沖縄の沖縄のあれで全く意味ある。あ、やばいやばい、都合が悪くなったらすぐ投げる。時間差で来るからね、いつか。今飛んでるから。怖いよ、急に来るから。怖い怖い。さあ、というわけで本日の、ゲスト不眠中言いたい。バーン、はい、もうダメだった。もうこれは難しい。もうダメ、これはもうさじ加減だから。ダメかもしれない。これはね、待ってるよ。ありがとうございました。